にちは、はるです。皆さん今日も一日お疲れ様でした。本日のテーマは男性からされて女子が好きになった成功したアプローチ方法を紹介していこうと思います。私最近 YouTube のコミュニティの方で割とアンケートを取ってたりとか、 YouTube 以外の SNS も頻繁に更新してるっていうのがあって、まあ、いろいろ意見いただくことがあるんですけど、今回来たものを合わせたらそれは確かにキュンとくるなっていうもの結構あったんですよ。なので、まあ、今回はちょっとそれを一気に紹介していこうと思います。まあ、何か使えるものだったりとか、これから何か好きな人にアプローチしたりとか、女の子ね、落としたいぜみたいな人がいたらぜひちょっと使ってもらえたらいいかなって思います。もしも今度が良ければ高評価チャンネル登録をしていただけるとありがたいです。ということで早速、直接好きとだけは伝えたけど、次の日から挨拶だけしてあと何も話しかけないようにしていた。これめっちゃセクシーだなと思いましたね。付き合ってくださいっていうゴール地点まで相手に示しちゃうと、それのイエスかノーを相手が考えることになると思うんですけど、好きですってだけ伝えたら自分のこと好きだっていうの分かってるんだけども、そっから先その言われた側はどうしたらいいか分かんないから、結局その人が自分のこと好きなんだっていうのはこっちも気になりはするけど何も手出しできないみたいなこれはその実際にリアルで普段から会う習慣がある人だとこうやりやすいのかなと思うんですけど、挨拶だけしてその後ほったらかしとくみたいな、やる側もこれ勇気いることだなと思うんですが、でもねこれはやって確実に相手を意識させれるなと思いますね。最初気になってなくても後々で気になってしまうかもしれないです。うまい。なんか俺ちょっと熱くないって手掴んで相手の手を自分の顔につけたことありました。これやってる側はめっちゃドキドキすると思うんですけど、やられてる側からすると同じにドキドキしますね。ちょっと大胆なことするのが相手のことを一番意識させるにはまあ効果的だなと思いますね。隙バレしたくないなとか、ちょっとずつ近づけるようにしたいなとか思っちゃうと、こういうことってできないじゃないですか。どちらかというと優しい、何でも譲るとか、そういう方に自分の行動を持ってっちゃいがちだと思うんですけど、それをまああえて大胆な行動をしてほっぺ触らせたりとか体引き寄せたりとかなんかするけど、別にね好きとかは言わないとかっていう、惚れてまうやろってなりうるようなことをあえて何も言わずするっていうね、これやってる人はもうマッシュに全身黒の好きにですか。これはむしろそういう見た目の人がこれやってるんじゃないかと思うぐらい計算高いなってちょっと思いますね。おとなしめな女子にはとにかく話しかけて自分が好きってことを確信させてあげる必要がある。これ YouTube のコメント欄とか SNS の DM とかで、奥手女子ってどうやったら惚れさせれますかみたいなことを聞かれることがあって、ちょうど何かで答えれたらいいなと思ったんですけど、なかなかそういう動画作ってなかったんですけど、実際に奥手女子の一個でかい特徴としてあるのが、自己肯定感が低い可能性が高いっていうのがあるんですよね。自分が好かれてるっていう自覚がほぼほぼないんですよね。例えばもう相手から連絡先聞かれたとか、ちょっと好きっぽいアピールされたとしても、それはただ相手が連絡先をいろんな人に聞いてるから自分にも聞いただけだろうみたいな、奥手女子ならではの恋愛方向じゃない解釈の仕方っていうのはしちゃう傾向があるんですよ。でもそういう人にもこれはめっちゃ使えるなと思ってて、奥手女子な人には何度も何度もアプローチして、これはもう確実に自分のこと好きだって分からせてあげるまでもう粘る、でも好きってことだけは公言しないぐらいやった方が、これは相手が気づいた時にこの人ってめっちゃ自分のこと好きでいてくれたんだって思うと、そこで恋愛がうまくいったりすることもあるので、ぜひやってもらいたいですね。文化祭とかの行事で写真撮ってもらうけど、あえて DM をしないで向こうから気になってもらう。学生の時とかってちょっと気になるなみたいな、でもあまり接点ないなみたいな人とかとつながるかって難しい話だと思うんですけど、それを言葉だけで言うとちょっと古典的かもしれないんですけど、あえて写真で釣るっていうこれ意外と古いようで新しいって言ったらあれなんですけど、王道でもあるのかなって思うんですよね。写真を撮ってそれを送りましょうかって言った時には、その連絡手段をね LINE にしたりとかインスタの DM にしたりとか、相手とちょっとずつ近づく方法に写真を入れるとかね、送りたい URL があるからこれちょっと送信してもいいとか、相手を自分の質問とか話したいっていう気持ちだけで近づくんじゃなくて、物理的に相手の利益になるものを使っておびき寄せるみたいなもう餌釣り作戦ですよね、もうこれはね。次、昨日夢でできたって無邪気に言うイチコロでした。これはわかる。女子を落とす時って特になんですけど、
ちょっとだけスピリチュアルみたいなこと入れるとちょっと気になってもらうきっかけになることって結構あるんですよね。例えばなんですけど、別に女子側が全然気になってなかった人だったとしても、たまたま見てもらった占い師の人に A 君とあなたはすっごい運命的な相性がいいよって言ったら、なんか気になっちゃったりする。これって相手のことがピンとこなかったとしても、まあ、後々で好きになることあるのかなとか、まあ、解釈って無限大じゃないですか。だからちょっと相手に気になってもらう要素として、実際の共通点話したりとか趣味話したりするのももちろんいいんですけど、昨日春めっちゃ夢出てきたんだよねとか、この間自分の運勢ランキングで12月生まれの AB 型ってめっちゃ相性いいって出てきたんだけど、え、お前じゃねみたいなこと言われたら、そうなんだ、そういうのあんのかなみたいな、女子特有なのかなと思う節もあるんですけど、男性で釣れるっていう人あんまりいないような気がする。女子の方が圧倒的に多いイメージがあるので、占いとかちょっとスピリチュアル的なもの若干出してみると、もしかしたら気になってもらう可能性あるかもしれないです。ありがとうごめんなどの細かい気遣いを前面に出すこと、いやこれも本当に大事ですよね。あんまり日常生活の中で意識してありがとうごめんねっていう人ってそんなに男性で全体的に見て多くないのかなって、ちょっとこれはかなり私の裸なんですけど、いるなって思っちゃうんですよね。どちらかというとそれよりはいただきますとか言わないとか、ありがとうごめんねってあんまり言わないとか、そういう人の方が多いのかなと思うので、こういうのはちゃんとありがとうごめんねっていうのをちょっと細かい気遣いであるんですけど、するだけでもだいぶ印象変わるなと思います。これがなんで成功したアプローチにつながるかっていうと、人の良さってすごいつながるんですよね。どうしても見た目でイケメンだったとしても、結局そういう内面的な部分でいいなと思える人じゃないと、最後の最後でどっか引っかかってこの人ちょっと難しいかなと思って振っちゃったりとかする人っていうのも全然いるので、まあ、これ本当女子に限ったことではないと思うんですが、でもどこでその差がつくかって言ったら、こういう細かいものの散りつものなのかなと思います。勉強教えてもらうときは顔近づけて表情たくさん変える、めっちゃいいです。本当になかなか女子ではねやる人いると思うんですけど、男性でやる人ってそんなにないんじゃないかなと思うんですよ。勉強教えてもらうときにちょっと顔を近づけたり体近づけたりとか、まあ、あとね事前に香水とか柔軟剤をつけておいてそれをちょっと嗅いでもらうように仕組むとか、そういうことねしてみると、アプローチされてるわけじゃないけどこっちが気づいてしまうみたいな状況を作った時に、その時にちょっと心揺れがちというか、割と友達と元々思ってた人でもちょっと友達以上な感じで見てしまうようになったのがあると思うので、これすごい大事だと思いますね。好きな人と仲いい人に好きらしいよって伝えてもらう、このもう第三者理論めっちゃ大事ですよね。直接本人にいや僕好きだよとか、まあ、言われるのももちろん嬉しいんですけど、他人から聞いた方がちょっと意識しないようにしなきゃとか、自分にこれ以上ちょっと近づいちゃダメみたいな印象に若干なってしまいやすいので、むしろそっちの方が意識してしまうっていうか、そんなことを人から聞いてしまったけどこの人とこれからどう接したらいいだろうみたいな風に思っちゃうことってあったりするので、それってたまたま伝えられたっていう状況を作り出すと難しいじゃないですか。だから他の人にちょっとそれとなく〇〇ちゃんに好きっぽいよみたいなことちょっと伝えてくんないみたいな感じでちょっと言っておくだけでもいい効果が生まれるかもしれないですよね。好きな人にかっこいいと思う服はって聞いて答えてくれたものを買う、そしてその後つけました。おーすごい。好きな人にかっこいいと思う服何って聞いたりとか、かっこいい髪型なんだと思うとか、好きな俳優はとか、相手の好み聞くじゃないですか。自分が合ってなかったとしてもそれに寄せて頑張ってきたっていうのを見せるだけで、この人ってもしかして私のこと意識してんのかなみたいな風に相手がそれで分かってくれるっていうのもありますし、あと少なくともねちょっとかっこよくなるはずなので、それでちょっといいイメージにつながったりとか、何もしないそういうのも聞いてこないっていう人よりはちょっと聞いてこられた人の方が意識しちゃうなって思いますね。好きな人当てゲームみたいな時に自分しかいなくないっていう条件をあえて突きつける、うわめっちゃ作詞くれ。私思うんですけど、ゲームって冗談っぽくなるじゃないですか。だからその間に言ったことしたことって後々でどうとでも言い逃れできるっていう説ありません？冗談っぽく何かを伝えるとか、そういうスキルって恋愛の面ですごい大事だと思うんですよね。真剣に好きだよっていうよりも、そういうとこめっちゃいいよね、いや俺好きだよみたいな、これぐらいのテンション感で言えるように頑張ってみるとすごいいいのかなって。で、好き当てゲームみたいな、自分でゲーム設けちゃうって
こっちからこう仕掛けに行ってるとこあるじゃないですか。だからそれめっちゃ作詞だなと思いますね。でもなかなかそういうのって思いつかない人多いと思うので、今日これ機にちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思います。俺どんな人が好きだと思うみたいなこともこう自分から言い出したのもありかもしれないですね。それって私のことじゃんって言われても、いやいやいや別に世の中にいっぱいいるしねみたいな感じで避けることもできるし、どういう風な反応されてもちょっとネタみたいな感じで終わらせることができるので、これはいい方法だなと思いますね。この髪型にしたいんだけどどうって聞く。これもさっき多分ちょっと少し被った内容あったと思うんですけど、あなた好みにちょっと合わせてますよみたいな雰囲気出すのってめっちゃいいなと思います。私とかも自分の好きな人が例えば金髪が好きだって言ったら金髪にしちゃうかもしれない、青髪が好きだって言ったら青髪にしちゃうかもしれないですね。ピンクが好きだって言うとピンクにしちゃうかもしれない。なので自分の見た目を持って相手に気づかせるっていうのはすごいいいことだと思います。ということで成功したアプローチ方法を紹介していきました。実際に私がこういうのがいいと思いますよっていう個人的な主観の意見だけではなくて、実際にいただいた意見だったりを踏まえてこういう方法をやってて実際に成功した人がいますよっていうのを今回紹介したっていう形なので、全部が全部自分の恋愛で活かせるっていうものがなかったとしても、いくつかは参考にできるものもあるんじゃないかと思うので、もしもできそうなものだったり、これから試してみたいなと思うものがあったらぜひぜひやってみてください。それ他 YouTube でやってほしいことなどあれば随時コメント欄で書いていただけると嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。明日のあなたの一日が晴れになりますように。晴れでした。バイバーイ。うーう